倉田さんのなんで今日二人で来るぐらいそのどういうご関係性で歌わりも全部歌ったし歌わりもあるやつか歌ったしステージングもやったしもう全部やったいやあと見てる方多分今気になってることあると思うんですけど、うん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 、稲葉さんと村田さんのなんで今日二人で来るぐらいそのどういうご関係性でここに至ってるのかっていうのは なんだろう頻繁に結構会うって感じですか結構なんかお友達プライベートプライベートでも全然すげえマジっすかもともと私はでもどちらかというとあの斉藤ひとみと、うん、あの前田駅と仲が良かったっていうのがハロプロ時代だった、うん、でそっからの、うん、まあでもあのメロンと結構ね一緒になったりすることとかも多いし、うん、ずっともうメンバーみんな仲良くって、うんうん、でなんかね、うん、全然別に一緒にね2人で会ったりとかもするしそうそうあっちのお家にも行ったりとかするしやっぱよく SNS でそれこそ前田さんとか、うん、あのほら、うん、あのメロンのメンバーも含めて、うん、会ってるのをよく見かけます服が被ったみたいなあそうなんだ不思議とねなんか同じ感じしてるみたいな何も示し合わせてないのに色が合っちゃう、ね、7人ぐらい全員真っ黒だったとか、それ見ました、うん、私あれミラクルだったよねマジでそう4人中3人がボーダーを着てくれたそうすごい何だろ そういうのが繋がってんのかな、ね、繋がってんじゃないですかよそんな距離がすごい繋がってたのかな、ね、そうそれどんぐらいやるんですか月に1回は会うみたいな感じなんですかいや全然そんなんじゃないよ、ねうんうん、もうなんかノリですかノリノリだよねまあ2、3ヶ月に1回ぐらいは顔を合わせていて、割とあのシスコムーンさんの現場がね、うん、あそうそう多くていつも来てくれるからそう割と私がよくいるので行くのでそういつも行きたいって言って顔出るから、そうシスコなんかもうライブとか結構でもあってほぼなんか会見場じゃない会見場じゃない会見場じゃない会見場に来てくれる、でも素敵ですよね、そういうの現役時代から20年以上をそうやってつながってるってあんまりない、うん、ないと思いますあんまり聞かないですもんねハロプロってだから仲いいなってめっちゃ思います私、うん、仲いい確かにねえ仲いいですよね何かっていうとやっぱお顔見て話したいっていうのはあるし、うん、あるしなんかそのしょっちゅう会ってなくてもその当時にすぐ戻れる感じがあるじゃないですか、うんうんうん、それってなんかすごいなんか独特というか、ねその他のグループさんとかってあ分かんないです、まあ、あると思うんですけど、うん、なんかハロプロってそういうのってすごいなって思う、うん、普通になんかめっちゃ仲いいしでもめっちゃ頻繁に会ってるわけではないんですけど、うんうんね、そうずっと続いてるというか、うん、縁が切れないというかそう、うん、ですごいありがたいなって思います、うんうん、当時のファンとしてどうですかヘナギさんこういうふうに未だに繋がってるっていう、うん、いや未だに繋がってて、まあ、今回みたいにあの、ねライブをやってくれたりとかね、はいはいはい、やっぱねみんなやっぱもちろん SNS は毎日見るし、うん、そうやって昔のことを思い出すきっかけになるんですけどやっぱあの音楽があっての、うん、あのまあアーティストとファンなんでやっぱそういうきっかけにもなりますよね全てに対してね、うん、なのであの今回あの太陽シスコムーンさんがライブとかやってるのが、本当にもうどんどんやってくれって感じです。ランさんはいつも言いますよね。言ってましたね前ラジオの時からね。どんどんやってくれって。どんどん本当に嬉しいものなので、こうやって皆さんがあの少しでも活動していただいてるだけで本当にオタクは幸せです。オタクを代表して。でも本当にね、でもいつもおっしゃってますヘナゲさん、やっぱりその活動しててくれることが応援してる側としてはやっぱ嬉しいから、うん、何でもいいからやっててほしいっていう感覚みたいです。いいんですね、じゃあやって。どんどんもう需要しかないので、もうね村さんもやってほしいし小川さんもやってほしいし、もう何でも、もういやってほしいんですよ。でも歌うそのグループとして歌う機会ってなかなかもう。私とかからしたらもう難しいですもん。だって一人で歌うってほぼもう一人でもいいんですよ。いや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 、なかなかでもグループでやってると一人って結構ね、うん、うわなんか不安が高まるようになるよね。一人でやりたいって思わないですよ。そうなんですか。そう結構そうかも。本当にだからそう、ソロとしてデビューしたいっていう元々の夢がある人とは違うかもしれないですけど、グループ卒業してまでずっとでも私はそれでも歌手活動っていう気持ちにあんまならないですね。あそうなんですか。その機会があったら、うんね、なんかちょっと、ね、うん、歌うとかみんなで歌えるんだったら全然、うん、あやりましょうってなるけど、うん、一人で率先して音楽活動っていう感じには
ならないですね。3人でやればいいんや。それは社長がまとめてくださって、ね、それはそれで、ね、新しいユニットとしてね、やりましょう。一人でやりましょうじゃないの。一人でも二人でも誰でも誘えばいいんですよ。やりましょうじゃないの。おっしゃって言う、ね、そう誘えばいいんですよ。みんなもどん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 ね。だから私今年か、だから私誕生日の時にあの自分の誕生日バースデーイベントにみんな出てもらって、自分の仲いい子たち、うん、呼んで、そう呼んで、あのだから人メロの人と、うん、あゆみんと、はいはいはい、ゆんちゃんと、うん、あと大阪パフォーマンストールとチスコフンと前田ゆきと贅沢、そうそう、総勢10人でちょっとパーティーをやらせていただいて、でもそれでもすごい楽しかったよ、ね、そう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 、うん、そういうねところを作ってくださいました、うん、それを作れるってすごくないですか。それをやっぱ一人でやる分にはなんとかなるんですよ、うん、なんか私も、うん、定期的にじゃあ自分のイベント、まあ、あの司会で入ってもらうこと結構あるんですけど、うんうん、っていう時にはやっぱ一人での一人のイベントだったら結構簡単なんですけど、みんなオーガナイズするって大変じゃないですか。オーガナイズ結構大変でしょ。出るだけじゃなくて、じゃあこういうふうに全部自分で、箱からチケットのことから、うん、みんなへの連絡から、うん、全部自分じゃないですか、うん、そうなると、はい、それがねなかなか一人単位だったら全然もう抜かりない。抜かりない。そうないんだけど。さすが。完璧でした。いや完璧じゃないけど。すごい。いやでももういろんな人の助けがあってね、もちろん。うん、はい、それはできるのがすごいな。でもあれは本当にすごいいい記念になった。このお宅がそのオーガナイズ得意ですから。やりましょう。やりましょう。ねなぎさんこういうことしたいですって言った形には多分。してくれプレイヤーはプレイにね、プレ専念して専念していただいて、またねもう全部ねこっちやるんでね決めてください。なんかあったらへなきさんっていうところでね。でもそのイベントでその集まったメンバーでトークライブって形ですか、基本的に。いやライブです。あ普通にライブやったの。ライブやりました。なんかそれぞれの私が今まで、まあ、所属してた、うんまあ、グループ、うんうん、あのボスパフォーマンストールのコーナー、シスコムのコーナー、ハロープロのコーナー、ハロープロっていうのそうハロープロっていうくくりでハロープロのコーナーとか、めちゃくちゃ贅沢ですね。で私が今あの組んでライブ活動してるピリカラっていうのコーナーとかの、なんかそういう本当になんかフェスだから、ウルトラアーチフェスっていう名前をつけて、そのフェスみたいな感じでいろんな人が出る風な感じで、でもそれぞれそれってトークより大変じゃないですか。そういうリハして、いやリハめちゃめちゃやります。リハもして、でリハスタジオも押されてとかじゃないですか。大変だ、もう想像しただけで。とかすごい分刻みであったね。なぜその合間合間にトークちょっとして、で次のコーナーみたいな。わお。稲子さんは何曲全部で、ね、全部出てる、全部出てるってこと。だから全部出てます、うん、私は全部出てる。何曲ぐらいいったんですか。ちょっとメドレーとかも入ってるから、はいはい、そうするとあれだけど、でも15、やーやば、15は多いよ。20曲ぐらい、いや、いってないいってないいってない、あの多分10、13、14、15ぐらい。いや、それでも多いよ。あ、そう、昼と夜が別の曲のあったんで、そうそう、昼と夜ちょっと、うん、ゲストがムーちゃんとアイミンが、はいはい、あの公演が出る公演が、あ、違ったんですか。そう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 、昼にムーちゃん出てもらって夜にアイミン出てもらってってやったから、うん、あの一公演に出てるのは9人、あ、でも総勢は10人、うんうん、ね、歌詞も全部ね、歌詞のさあ、そうだって歌わりも全部作ったし、歌わりも作ったし、ステージングもやったし、もう全部やった。でも何でもできるんですよ。やっぱりすごいわ、何でもできるし、やっぱだってすごいわ、あの一緒になんかそのそれこそご一緒したのは、うん、舞台だけど、その時もそういうの見る人いないから、あ、ちょっとさ、もうちょっとこっちの方がいいんじゃないですか。演出じゃない、あの立ち位置とか、立ち位置がそう、立ち位置がちょっとっていう時に、うん、でもそれがパッてできちゃうんですよ、そのバランス見て、こっちの方がいいかもねとかっていうのもすごいパッてできちゃうから、すごいなって思う。アッチュフェスはアッチュにしかできない、すごいね。でももうみんなそうやって出てくれる、楽しんで出てくれる、ねね、メンバーがいるからこそできることだからね。確かに確かに、ね、ボリューム2をぜひ期待しております。あやる、これはやりますね、うん、じゃあやりますね。へなぎさんに任せて、裏のことはへなぎさんに任せて、はい、ありがたい。それがいいっすよ。でもそんな太陽とシスコムーンさんはなんとですね、うん、はい、
8月13、14、15でヘナインさん主催のヘナインソニックというあのイベントがあるんですね。ちょうどね、あの、撮ってる昨日告知しまして、はいはいはい、はい、一応あの3日間名古屋で、はい、まあ、名古屋で、キャパ、まあ、総勢、まあ、2000ぐらいで、はい、3 days 無料でフェスを、まあ、久しぶりにやろうかなと思います。無料でフェスで、はい、3日間やります。昔はやってたんですけどコロナ止まってて、台湾で1回やらせていただいたんですけど、今回日本3、4年ぶりで、あの、のスペシャルゲストとしてちょっと、ありがとうございます。いやー、楽しみじゃないですか。あ、1日だけ、その中の1日、その中の1日、すごい、でもね、楽しみですね。やっぱすごい、あのアイドルのオタクはやっぱ年を取ってますけど、はい、皆さんやっぱもう見て育った人たちなので、うん、もうね、多分おじさん方が涙を流しながら、うん、やっぱりあの人でよかったなってなると思う。どうなんだろうと思って、ね、うちら出てきて大丈夫みたいな感じでちょっと思ってます。絶対大丈夫と思う、うん、ドカン、絶対大丈夫だと思いますよ。だってヘナギさんみたいな人たちがいっぱいいるって言ったら懐かしいってなるんだからね。そういうことですよね。もう本当にね、やっぱ当時を見て育った人たちなんで、しかも3日間ってすごいですね。いやります、3日間それぞれ、はい、ゲストが全部変わるんですか、毎回。まあ、一応その予定で、で、アイドルとか、まあ、いろんなグループが、まあ、1日100組とかいっぱい出て、100組、すごい、1日100組ぐらい出ます、多分。やば、300ぐらい出ます。何時間するんですか。1日中、まあ、サーキットなので1日中やばいよ、無料で、はい、1日中はダメだよ、帰れなくなるからさ、お客さんにも休ませる時間を与えてください、でもやっぱヘナギさんのね、その自分の立てたイベントですから、うん、なんかやってほしい曲とかあるんですか。確かに、言っといた方がいい、全部やってほしいですねスーパーエロ、いやでも基本的に1枠20分とかですよね、おそらく。まあ30分ぐらいですよね、大体、はい、それ全部はなかなかね、30分ではできない、ね、まあ、ちょうど今回オファーするきっかけが、ちょっとあのアイカツとかの、そのアイカツっていうその、うんうん、アニメの、まあ、それの、歌唱の人たちと、うん、まあ、あの最近アニメのイベントやってるので、まあ、打ち上げみたいな ところで、うん、なんか突然ガタメキラって単語が出てきたんですよね、うん、そのアニメの飲み会でね、うん、どうしたの、いや、ガタメキラ好きでみたいなことをアイカツをやってた子とか言ってて、ガタメキラはまあ好きだよね、ガタメキラ嫌いな人いないですよ、ガタメキラ嫌いな人はいないの、いないですよね、絶対カレーみたいな飲み物やめます、いないいないいない、あの当時の私も大好きだから、ガタメキラ来てみんなでガタメキラ歌い始めて、でその時にあっと思って、でその人たちを、まあ、出演していただくので、そのエナギさんに、あ、じゃあ喜、それはじゃあこれはと思って、でね、先日新宿レニーのライブがあられて、うん、あっと思って頑張って DM して、はい、すぐ思い立ったらすぐ DM しちゃうんだから、はい、可能性がね、可能性があれば、そうじゃあガタメキラはちょっと歌ってみて、ただ一番好きなのはマジコブラブなんで、あ、わかるわかるわかる、何回も言ってますけど、うん、それ好き、どう考えても好きなので、うん、もうそれもう歌いながら泣くぐらいの感じ、もうあの僕あの密着動画とか撮れたらもう泣き出してるかも、なるほど、それ撮ってくださいよ、ヘナギさん、さあ3日間密着動画、3日間密着、しんどい、ヘナフェス、ヘナフェス密着してくださいでも楽しみ、本当にやっぱ楽しみ、まあ、それも含めて楽しみにしておいてほしいですね。そうですね。どの曲を歌うのかっていう、果たしてっていうね。でもそろそろだいぶ時間経ってるんで。結構しゃべる。もう3人いたらね、はい、あのゲスト2人いたらね、もうどんどんしゃべれるんですよ、うん。じゃあ一旦今日はここまでということで、はい。はい。ということで皆様ありがとうございました。ありがとうございました。ひまわりベーグル、パンパンパン。3人井戸端スマイル。